計画線を含めた、路線図柱駅停車中の SM42 日巻、駅停車中の SM5 空港駅停車中の SM5SM5 の車内、ヘルシンキ近郊列車とは、ヘルシンキ近郊で通勤輸送を行う列車の総称である。ここでは、近距離旅客輸送を行う線区とその列車系統について説明する。 ヘルシンキ近郊列車は1969年に運転を開始して以来、バス、ヘルシンキトラムと後に開通するヘルシンキ地下鉄と、共に、ヘルシンキ首都圏の公共交通インフラを形成している。運行は、VR ヘンキロリエケーヌが担当している。ヘルシンキ首都圏地域協議会と、ヘルシンキ首交通局が、バストラム、地下鉄の運行を行っているヘルシンキ。 バンター、エスポー、カウニアイネン、キルコヌンミ、ケラバ、トゥースラの各自治体内では各交通機関と近郊列車で共通の切符を使用することができる。近郊列車は15系統に分かれ GM 系統を除きヘルシンキ中央駅を起点、終点とする。ヘルシンキ中央レッパバーラ間、ヘルシンキ中央ケラバ間では S バーンや東京近郊の中央本線のように、長距離列車とは別の線路を使用する、複々線区間となる。最も新しい線区は2015年7月1日に、延伸開業したバンターンコスキ空港、ヒエッカハルユかで、それまで、ヘルシンキ中央バンターンコスキ間を走っていた、M 系統に代わり P 系統が新設され、本線、ラハティ線系統を走っていた。 I 系統は P 系統の逆回り系統に変更された。PI 系統が走るフオパラハティ空港、ヒエッカハルユカンは、近郊列車用の新規付設区間で、1975年に、フオパラハティマルティンラークソの区間が、開業、1991年にバンタンコスキまで延伸された。そして2015年7月1日には、 バンターンコスキから空港を経由して、ヒエッカハルユまでの区間が開業し、ヘルシンキ中央を起点としたラケット型の、環状運転が開始された。P 系統は、ヘルシンキ中央バンターンコスキ空港、ティックリラヘルシンキ中央と回る6の、アザト系回りの系統。I 系統は、ヘルシンキ中央、ティックリラ空港バンターンコスキヘルシンキ中央と、 回る6の時半時計回りの系統となる。なお、空港駅は全線開業時にはオープンできず、少し遅れて2015年7月10日に開業した。2019年12月15日から交通実験として M 系統がトイアラノキア館で運行を始めた。M 系統は現在ヘルシンキ中央駅を発着駅としない唯一の系統である。 交通実験は2022年まで実施される予定である。反例、停車、方面のみ停車、方面のみ停車、一部の列車のみ運転、一部の方面のみ運転、一部の方面のみ運転、運転通過、経由せずヘルシンキ・トゥルク間の路線を拡張し、1969年にヘルシンキ・キルッコヌンミ間が開業した。1993年にカルヤーまで延伸 2016年3月27日より、シウンティオカルヤー間の運行を停止し、S 系統を X 系統に置き換える。2018年6月、X 系統は Y 系統に吸収される。2020年8月10日、U 系統のうちヘルシンキシウンティオ間を運行していた系統が X 系統として分離されて復活した。ヘルシンキからレッパバーラまでは約12分。 カウクラハティまでは約29分、キルッコヌンミまでは約33分、シウンティオまでは約41分。なお、Y 系統、X 系統、L 系統の本数は非常に少ない。1975年に近郊列車専用線として部分開業、2015年に全線開業。日中は10分。 夕方夜間は15分間隔で運転している。空港までは P 系統で約32分、I 系統で約27分である。本線拡張部分は1970年に開業し、1972年に D 暇期まで延伸。ラハティ線は2006年に開業。2016年3月27日、一部の駅と系統を休止。 2017年12月10日、ラハティ線に変来機開業。ヘルシンキからティックリラまでは約14分、ケラバまでは約23分、リーヒマキまでは約54分、ラハティまでは約63分。D 系統は平日のみ運行する。R 系統は大半の列車がヘルシンキ中央リーヒマキ間の運転だが、一部の列車は ハメーリンナやタンペレ発着となる。また、リーヒマキタンペレ間の区間列車も R 系統となる。T 系統、N 系統は早朝と夜間のみ運行する。K 系統は、2019年12月までは、ヘルシンキ・ケラバカンで、カピュラ・プキンマキ・タパニラを通過する系統であったが、2019年12月に N 系統と統合され、 ヘルシンキ・ケラバカンの各駅に停車する系統に再編された。リーヒマキ・ラハティ線は2006年9月から営業を開始したが、その時点では近郊列車区間とはなっていなかった。2017年6月19日より G 系統と名乗り近郊列車としての営業を開始した。リーヒマキからラハティまでは約42分。ありがとうございます。